はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日もですね、天才の魚姫続きからやっていきたいと思います。で前回ですね、どこまで進んだんでしたっけ。完全に忘れてしまいましたね。まずカエルを拾っていきましょう。どこまで、そう取り手攻めの途中でしたね。というわけで早速取り手行ってみたいと思います。あ、それでは火を撒いたっけ。よし、というわけでここですな。大筒蔵に行ってみましょう。大筒を敵に当てて倒す。あ、これ途中までやってるな。あれだったよな。そう、これだ、これ思い出したわ。任せたぞ、佐々木さん。やってまえ。あと、大津のダメージがでかい。ちょっと回復しよう。あ、まだ回復。自然中入ってない、もしかして。入ってるよね。はい、ほら背中やばいんじゃない。いや、いいね。そう、やってくれ。ほいとー。いやーあれですね、見てる方に非常に申し訳ないんですけど、クソつまんねえですよ、ね。もう一発。終わりでしょ。ほい、ナイス。あと一匹で終わりだ。オッケー。君には死んでもらおう。もう用済みだ。危ない。あ、本当の意味で用済みだぜ。ダメにしたい。はい。どこに行った？お前か。さすがに終わり。よし。それはずりとも。とりあえず回復や。回復。ちょっと。無事なだよ。すいません、ちょっと遊びすぎたっす。すいません。ちょっと待って。ちょっと待って。しょっぺい死に方をさっきからしてるな。いや、どこを見ておれ。切り落とせ。終わった。よし。あぶねえ。きついぜ。回復。来たことあんのかな。よし、終わりか。ちょっと勘弁してくれ。
まだ生き残りはいるんだろ。進みを片付ける。よし、あとはクマさんをウサギさんが頑張ってやってくれれば OK でしょう。それ痛い、うわ、頑張れ。うわ、あ、クマさんも頑張りたまえよ。こいつら仲悪いのかな。あだ、そっかやられた。終わり。痛い、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、最初から。やべ。やべ。終わった。びっくりした。はい。新たな磁気機構道。よし。とりあえずここクリアか。いやー、死にまくってしまった。騎馬行動。行こうか。このまま。地形ダメージ。おお。まっすぐ行けばそんなにかからないでしょうね、これはね。地形ダメージで殺せと。任せてくれよ。ああ、確かに地形ダメージだわ。痛い。ああ、爆発するぞ。痛い、死ぬ、自然中。こっち来んな、お前ら。どこを見ておる。行け。まだだ。回復。マジ回復。危ねえ。そして空腹度が上がっていく。順調に空腹度が上がっていくよ。大丈夫。自分大丈夫か。やべえって。回できないやつはきついな。あれ、上乗ってきたけど特に何もなしかな。下と上あるぞ。下行ってみる。うわー。
やれないわ。行けるところまで行く。行けるところまで行く。止め。まだだ。いやいや違う。逃がさ。ちょっとダメだな。これ死ぬ、これ死ぬ。甘い。やばいやばいやばい、やばい、あれやばいんだって。ああ、ダメだダメだ。ダメだこれはダメだと思う。これはダメだと思う。ちょっと帰ります。よし、じゃあ飯食ってこよう。お？いいですか？どうした？どうした？これ朝まで休むか。え、キンタどうしたの？おはようございます。おはよう。かけていました。あ、じゃあなってないってことでいいのかな。おはようございます。おはようございます。オッケー。ない。なになになに、声ダメ。走りからってすごいな。おい。オッケー。やあ。すごいな。うん。ほう、なるほどね。水を抜いて借り入れとしましょうか。水を抜く。しかしがっつり雨降っちゃってんだよな。傘だけしても乾かねえよこれじゃ。よいしょ。まあとりあえず借り入れ始めちゃおう。
収穫始めます。神戸を垂れる稲穂かな。はいはいはい、じゃぶんじゃろ。収穫完了でございます。全部わしのものじゃ。そしてハサガキをやっちゃいましょう。あ、てか水結構入っちゃってるよこれ。あれか、消しちゃってるからか。せっかく、よっ、十分じゃろ。ふう、でしょうね。さすがにこの雨の中じゃ乾かんよ。戦いに行こうじゃないか。違う行動。ここをクリアして次のとこ行く前に収穫をするという流れでいいんじゃないですかね。おお、豚さんよ。やばい。ここ、ちょ、マジかよ、ここ一番奥かよ。やっちまったよ。え、なんか変なとこ入っちゃった今。そういうことあるんだな。終わりか。あ、違う、アイテムだけか。うわ、いけない。ふう、斬撃ブル。あー、ブルが斬撃になるってことか。オッケーオッケー、したら下行こう。ふぇー、すいせん。さすがに回復しないかな。回復しないね、仕方ね。やばいんだって。どこを見ておれ。おい、よし、マサがいた。よしよし、倒した分だけ復活と。よしよし、やっちゃい。このスイッチ型武器を、あー、ダメダメ、それはあかん、それはあかん、それはダメだよ。よし、最後の鬼師を倒すと。よし、あ、パセド足りないね。よし、そしたら地形ダメージちょっと稼ぐか。木箱行動もうちょっと行ってみます。いよいよ、はい、よくできました。よしよし、よし、オッケー、じゃあ大丈夫だね、帰ります。たけりびってたけりびだよね。金鉱石、ちょっと入ってみようか。たけりび、たけりび、あ、なんか、なんか上はいけないと。たけりびってあれか、こいつの親父か。広くないっすか。鉱石、金鉱石か。あ、金鉱石1個か、1個だけかな、1個だけだ。しょうがない、帰るか。反対側は？あ、取れる取れる。
ゃあ帰ろう。よし、じゃあか、よっしゃ、ちょっと脱穀やろう。木橋を使う。木橋でガシガシ行くぞ。失敗したな。終わり終わり。よっしゃ。これで大変な仕事じゃの。でもお水釣りでしょ。ウエス使いますわ。ヒンタのフミウスを使ってみるか。さあ、白米までもう少し、白米までもう少し。終わり終わり。溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。はい、新米完成ということで今年の米できましたね。まざっとこんなものじゃ。ちょっとパワーアップしたねやっぱりね。ふむふむふむ。まあいいのかないのかよくわからんな。害虫に被る被害がやっぱでかいなこれな。先にまだ進めないんだ。そうすると、ちょっとそうするとどうしようかな。琥珀購入する。ミツグルは？あーなるほど、満足性。ちょっとここいけるな。やっとこう。はい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 。よし、満足性は。よいしょ。はいはいはい。おー強くなってる、足強くなってる。オッケー。お、でこれで何が出るのこれ。金鉱石。あーなるほど、この辺が出るのか。ちょっと妙薬が欲しいんじゃん。足は妙薬が欲しいんじゃん。それではよろしくお願いします。またミツグルアで稼ごう。そう、おお、終わらん終わらん終わらん。ちょっと待ってくれ。ウサギで稼がせてくれ。すまぬ、無理じゃ。ふう、よし、ちょっとまだ足りねえな。ちょっとウォーズツクルワの琥珀入手で頑張りますか。いや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 、厳しいね。終わったー。よし、ふう、メヒトツキンスナゴ、なんかすげえの手に入れるな。シマガに帰ります。30秒内いけるかな。夜はダメだ。30秒いけんじゃね。だいぶ初期の頃だからね。対戦お願いします。鹿さん逃げないでくれ、頼む。どこを見ておく。よいしょ、オッケー、終わり。あれ、いけたね、意外と。すると白風夜間か。あ、ここはちょっと違うな。ひずめか、夜間ね、夜間ね。あー、スプーンをひっくり返す。これはできそうかな。
しよし、オッケーオッケー。あ、ヨボリアナいけるようになった。オッケー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 。目標達成だわ。ふう、やってやったぜ。やっとだ。割と厳しいっすね。最後にこのヨボリアナ行ったら終わりにしましょう。踏破する日中夜間、日中と夜間で違うってことかしら。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これも、それでは、カイバルもお願いします。行ってきゃー、行ってもらおうか。行ってくる。よし、よし、じゃあ改めてお願いいたします。また、あ、さすがに通れないや。ではいけないですね。下からやっていきましょう。おっとっと、気づかなかった。やめてやめて。そうか、そうか、一匹落ちたからか。金鉱石は結構入るね。金鉱石結構手に入れますね。これが何もねえな。はい、ありがとうございます。行けー、行けた、それ、
何やっか分かんないからね。あ、ここやっぱり塞がってんな。なんだろう。あ、夜間だとこっち行けるってことかな。無限山山頂。あれ、何もないぞ。これボスじゃね？ちょっと覗いてみる。イベント始まりました。何もないではないか。ないですね。だよね。おお。ウサギはどうなって、何も起こってないですね。よし、じゃあ今日は終わりにしましょう。じゃあ次回ですね、次回どうすればいいんでしょうどうすればいいんでしょう。探索を進めるだから、やっぱりあれかな、探索度上げるか夜なのか。ちょっと夜によし、飯食って夜になって見に行ってみましょうか。ちょっと一回ね。いただきます。ああ、間違っちゃった。間違ったところでちょっと終わりにしたいと思います。次回この続きからやっていきますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではここまで語りは私、高2でお送りいたしました。次回までさようなら。バイバーイ。